つのね、大きな転機があったんですよ。YouTube をやってる上で。それがね、クラブハウスです。どうもワンちゃんです。さあ本日はですね、ちょっとまあお知らせというか報告動画を撮らせていただきたいと思います。大久ワンチャンネルチャンネル開設2周年、皆さんのおかげで2周年迎えることができました。ありがとうございます。個人的にはですね、まだ2年かっていうところ半分、もう2年かで、こうね、ちょっと半分半分な感じはあります。YouTube ではあんまりチャンネルのこととか、あんまり話してないので、今回はちょっと話していこうかなと思っております。ワンチャンネル！まあ、まずですね、結構最近聞かれるのが、まあ、なんで YouTube 始めたんですかとか、結構聞かれるんですけど、多分ね、勘違いしてる。俺が、カメちゃん誘ってやろうって言ったと思われがちなんですけど、実はそうじゃなくて、カメ社長が YouTube やろうって言って誘ってくれたのが、この草野球ワンチャンネルのスタートのきっかけなんですよね。ちょっと、まあ、2年も経ってぶっちゃけていきますと、まあ、初めはね、全然乗り気じゃなくて、別に野球歴が高いわけでもなく、まあ、ただの草野球を楽しんでる一社会人が、まあ、チャンネルを作ったところで誰が見んねんっていうところが正直あったんで、いや、俺らがやって無理やって、みたいな。まあ、まずは否定から入ったのが正直なところですね。亀社長はね、勝手にチャンネルを作ってね、もうチャンネル面もある程度決めれるみたいな感じで、乗せられながら、勝手にことが進んでいったって感じなんですよね。正直ね。それが、まあ、草野球ワンチャンネル。まあ、漢字とひらがなとカタカナが入ってるから、草野球ワンチャンネルいいんじゃないかみたいな。知らない人結構いると思うんですけど、そういう経緯なんですよね。草野球ワンチャンネルを昔から見てくれてる方はわかると思うんですけど、まあ、初めはね、初心者向けの動画でやったりとか、まあ、初心者がわかりやすいような初心者講座、守備講座とか、そういうのを出してたんですが、今のこう路線というか、まあ、ちょっと面白おかしく、まあ、そうやな。ためになるのかどうかわからないけど、共感できるような感じのほんわかした動画にちょっと変わっていったっていう感じですかね。せっかくなんで2年間で起きた出来事というか、まあ、気持ちの心境みたいなを伝えていきたいと思います。まあ、まず2年やってみて思ったことは、やっぱね、野球のつながりは素晴らしい。てか、まあ人とのつながりが素晴らしいって言った方がいいかな。この今 YouTube チャンネルをやるまでに、普通に草野球チームで野球をやってて、別にそんな全国行くチームでもなく、日曜日集まってエンジョイ系のね、草野球チームをやってた僕ですが、まあ、野球専用のアカウントがあったかって言われたらそうじゃないし、ほんまに普通におる草野球人やったんですよね。草野球ワンチャンネルを、まあ、解説亀社長として、まあ、野球のつながりがすんごい広がったこの2年間で、本当にね、これはね、ほんまな、すごいなと思いますね。今思うと考えられへん。まあ、それこそ僕は YouTube を見てたんで、まあチャパオさんのチャンネルであったり、アスカさんのチャンネルであったり、翔平 TV さんであったり、アッチベースボールチャンネルさんとかね、いろんな、まあ普通に見てたんですね。橋で多いチャンネルさんとか、まあアッチさんであったり、チャパオさんであったりとか、アスカさんであったりとか、一緒に動画出させてもらったりとか、変な感じします。正直2年間で変化したっていうことは、亀社長が初めは編集しとったんですね。これ多分あんまり知られてないと思います。子さんの人しか知らん。僕はこう企画とか、まあ、こうやってこれ撮ろうあれ撮ろうとか言ったりとかするだけで、僕はもう全部編集を任しとったんです。でもある時きっかけで、いや、これはでも俺も編集した方がいいなとか、なんかこう野球を経験してるからここのニュアンスこうしてほしいなみたいな、なんかこうなんかちょっとずつ出てきたんですよ、自分なりに。スマホで、まあ、僕ビデオカメラ持ってなかったし、パソコン持ってなかったんで、iPhone で、まあ、ちょっと編集しようかなっていう感じで編集をし始めたっていうのが、まあ、初めての編集ですね。で、まあそこからですね、ビデオカメラを買うことになり、一つのね、大きな転機があったんですよ。YouTube をやってる上で。それがね、クラブハウスです。クラブハウス。これ、もう今もしかしたらしてない人の方が多いかもしれないですけど、クラブハウスがきっかけで、草野球ワンチャンネルは大きく変わりました。これはほんまに間違いない。なぜかというとですね、完全に覚えてないんで、合ってるかどうかちょっと定かではないんですけど、確か底辺 YouTuber 集まれみたいな感じの枠を作って、僕がですね、で、まあ当時クイラバさんとか9本おったかな、
まあ、栗玉さんは言ってました。まあ、何百人しかいない YouTube を運営している方々と喋ってたんですよね。軽く、本当にゆるーく。ほんじゃ、いきなり現れたのが翔平 TV さんです。翔平 TV さんが初めはリスナーで入ってきて、でこうね、話できる壇上みたいなのがあるんですけど、まあ、そこで入ってもらって、まあ、YouTube のこととか編集のこととかいろいろ聞く機会があって、その時初めて会話したんですね、翔平 TV さんと。多分皆さんは翔平 TV さんのイメージどんな感じですか？正直そうですよね、怖いですよね。これほんま翔平 TV さんは怖い人と思ってたんです。ところがどっこいです。クラブハウスで、まあ、YouTube の編集の仕方とか小さい悩みとか聞いてもらってたんですね。今何で編集してますか？スマホで編集してます。絶対にパソコンの方がいいですみたいな言ってくださったんですよ。で当時その時に、まあ、スマホでも編集ある程度理解できてきて、スマホでできる編集ってまあパソコンに比べると全然レベルは違うんで、てっぺん来たなと思ってたところだったんですよね。個人的にもうできる機能ないわみたいな、あとはこれを継続していくだけか、それともパソコン買うかみたいなのをすごい自分の中で迷ってて、 iPad 買うかパソコン買うかみたいな。でそこで現れたのが翔平 TV さんで、パソコンの方が絶対にクオリティ上がるみたいな、編集もっと勉強したくなりますみたいな感じで言ってたんですよ。これやと思って、その3日後ぐらいに僕は Apple でパソコンを買いました。なんで、で今こうパソコンで今 Final Cut Pro っていうね編集ソフトを使いながら今編集を毎日ね頑張ってるんですけど、翔平 TV さんと話してなかったら多分今もスマホやし、まあそこまで編集とかこうテロップとかをまあ別に多分ねてっぺん見えてたんで、それをずっと継続しているだけやった気がします。翔平 TV さんが一言言ってくれたから今の僕があるって言っても過言ではないですね。草野球ワンチャンネル、まあ、翔平 TV さんね、お会いしたことはないんですけど、本当にね LINE してくれたり、その当時は夜中ね LINE 電話して、ここがこうでこうでここがあったらこうなるよみたいな、 DS の形あるでしょみたいな感じでこうビデオ通話しながら教えてくださったんです。なかなか労力やと思うんですけど、まあ、そうやってやってくださるおかげで、まあ、ある程度ねまだまだ全然クオリティはもっと上げれるはずなんですけど、まあ、ある程度今のここのレベルまでは達せれたのは翔平 TV さんのおかげです。ありがとうございます。多分見てないでしょう。もう一つ言いたいのが、翔平 TV さんは優しいです。怖いイメージある方はちょっと一回話してみてください。まあそんなこんなでね、2年経ってスマホからパソコンに変わり、スマホからビデオカメラに変わりで、まあ、YouTube を始めることでいろんな方々とお会いする機会が増え、今この2周年っていうのを迎えられてます。継続できたのもやっぱり皆さんがコメントしてくださったりとか、まあ、高評価をしてくれたりとか、面白いですとか、SNS ね、 Twitter とかインスタとかで言ってくださる方がいるから頑張れた。皆さんのおかげで2周年迎えれることができました。誰が見んねんと思ってましたけど、まあ50人から登録者数が100人になり、100人から500人になり、今は1450人ぐらいですかね、登録してくださって皆さん本当にありがとうございます。まあ、これからもねどんどん寝不足になることはあるにせよ、編集自体はすごく楽しくやらせてもらってるんで、今はねまだ2歳ですけど、3歳4歳5歳6歳10歳ぐらい楽しく、過ごせるように、まあ、先輩 YouTuber さんたくさんいるので、そこに追いつけ追い越せで頑張っていきたいと思います。父親目線の発信であったりとか、まあ本職は障害の、事業とかしているので、ゆくゆくはそういう、取材とか少年野球の取材もそうですし、障害者野球っていうね取材とかもちょっとできたらいいなと思ってます。そんな感じで皆さんのおかげで2周年達成できました。皆さんありがとうございます。これからもね元気に大阪らしく、ノリと勢いと、うるささと草野球ワンチャンネルやっていきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。今回の動画は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。おきに。草野球ワンチャンネル。じゃあ